伊豆山地区での土石流災害を受けて熱海市は来月17日に予定されていた東京パラリンピックの聖火リレーを中止すると発表しました出発式などを開き20人を超えるランナーが市内1.4キロほどを走る予定でしたしかし捜索活動や生活支援を優先さ,れるさせる必要があるため市は県と協議し聖火リレーの取りやめを申し出て大会組織委員会にきょう承認されたということです